パスワードとかパソコンの、さまざまなパスワードを書いたノート、カバンの中にもありません。で、普段ここのテーブルの上にしか置きません。ないでしょうか。これ全然違いますよ。これ漢字のノートとかだと。すごい種類分けてる。これも違います。これもこんな全然別物。で、警察に通報する。で、電話に出てきたのが平田。で、この辺のノートに関しても違う。で、通報した後、事故経過報告をしないで警察が、警察官がね。で、こっそり家の中に、置きに来たりしてる。警察官が盗んでる可能性がある。で、その平田っていうやつは、河合圭介を殴った犯人である可能性が非常に高い。昔から河合圭介に絡んできていて、一時警察官になったりなってなかったりとかの人間。で、髪の毛茶髪に染めて、集団でいたよ。4人組で。パソコンの音って書いているので分かりやすい。まあ、その辺はもう、長い間触ってないです。もう、1ヶ月以上。そこを置くことはない。もうこの辺りとか引き出しとか特にノートは入れたりしない。ここはもうこういう部屋。書類置いてるだけ。で、この辺り見てもらったらもう分かる通り、ないものはない。ね。ノート。この辺は書類。ないものはない。法律で事故経過報告しなきゃならないことになってる。2024年、3月の22日。大量の人間で嫌がらせすることによって通報しなきゃならない内容とか、ああいうふうに録画しなきゃならない内容、晴れ山整骨院とか、そういったことを多数の人間でやめなさいよって言われたことに関して、ずっと行うことによって、しなければならないことを増やして、さらにこういうふうに嫌がらせをしてきて、淡井圭介を怒らせて、で、怒った瞬間に精神病院に入れて隠蔽してしまえっていうのが一部の警察官の中にいた。これも確実。スポーツ業界とかの癒着とか全部割れたら終わりやから。横領金額が大きすぎる。以上。